自由都市ダンツヒは、現在のグダニスクにて、ナポレオン時代及びナポレオン戦争戦艦期のダンツヒ、後為戦を、フランス占領下のダンツヒにて、フランス第一帝政及びナポレオンによって、設立された、反独立都市、いわゆる、フランスの従属国である。19世紀の地図、自由都市ダンツヒとワルシャワ公国、第二次ポーランド分割も来からダンツヒは、 ビスワ川川口の港であり、戦略的な重要地点であった。第二次ポーランド分割にて、プロイセン王国が併合した。後に、ナポレオン戦争が勃発し3年経った1806年、オーストリア帝国の敗北とライン同盟の形成によるフランスの強大化を恐れ、プロイセン王国は、大仏大同盟に参加、第四次大仏大同盟が結成をした。 フランス軍の投心に伴いその背後に位置するプロイセン領として、フランス軍左翼にとって直接的な脅威となった。攻めづらい土地であったものの、大同盟軍の潜在的な揚陸地点であり、それに加えて、市内には物資が豊富に存在し、東部で堅実な戦役を計画していた。大陸軍はそれらに大きな関心を寄せていた。ダンツ飛行為戦後、 1807年に自由都市、ダンツヒが設立される。やがてナポレオンが1812年ロシア戦役にて、敗退した後、ロシア帝国軍の攻撃にさらされ、フランス軍も撤退した。結果的に自由都市ダンツヒは1814年に占領され事実上国家としては終わりを迎えた。1815年のウィーン会議後、ダンツヒはサイドプロイセンに併合された。 西プロイセンの州都となったが、それ以前から都市が持っていた自治権は大きく制限されることとなった。ありがとうございます。